それではお名前をお聞きしてもよろしいですか。あ、森脇涼子です。あ、森脇涼子さん、あだ名とかありますか。太陽の女って呼ばれてます。もしくはダービー女ですね。ダービー女、はい、なるほど、わかりました。最近港区女子の間で手押し相撲が流行っているというニュースがあるんですけれども、涼子さんはやったことありますか。あります。私手押し相撲で負けたことないですね。おお、それはすごいですね。攻撃がうまいんですか。あ、いや、私ディフェンダーなんでディフェンスがうまいんですよ。なるほど、ディフェンスで勝つタイプなんですね。ちょっと僕と手押し相撲を対決してもらってもいいですか。あ、いいですよ。はい、じゃあちょっと、はい、それでは手押し相撲いきますね。はい。負けたことないんですよね。負けたことないです。私も結構強いんで本気でいきますね。はい、本気でいきます。はい、じゃあいきます、はい。ちょ、涼子さん、失格です。おい、おい、誘ってんじゃん、おい、わかる？誘ってんじゃん、わかる？なんですか、誘ってんじゃん。いや、明らかに誘ってたから。いや、誘ってないと、普通に。わかりました、ね。ところで、港区女子は、お金持ちの男性と手押し相撲を楽しんだ後に、VIP 部屋に行って、性交渉にも連れ込むというのをやってるらしいんですよ。涼子さんはそういうことをやったりしますか。そんなことやるわけないじゃないですか。私そういういかがわしい遊びとかしたことないので。本当に一回もないんですか。ないですよ、興味がないですもん。と言いつつ実はないです、ないです。と言いつつ一回ぐらいはあるんじゃないですか。おい、おい、誘ってんじゃん、おい、誘ってんじゃん、おい。いや、まあ、OK です。あることが分かったんでこれで大丈夫です。ありがとうございます。わかりました、ありがとうございます。